はい、3、2、1。FM ギノワンのラジオを聴きの皆さん、こんばんは。こんばんは。メンヘラジオのお時間がやってまいりました、はい、この番組は精神科病院の入院中に出会い、精神科病棟で愛を育んだギャンブル依存症の中村健太と乖離性障害の中村夏実の夫婦でお送りするメンヘラのメンヘラによるメンヘラのためのラジオ番組でございます。はい、夜お薬を飲んだはいいがなかなか寝つけず、このラジオを聴いているメンヘラさん、寂しくて不安で、その気持ちを紛らわせるためにこのラジオを聞いてるメンヘラさん、私たち2人が疑問、質問、お悩み相談何でも受け付けます。ケンタさんの広く浅い知識と夏実のその場の思いつきでいろんな角度からお答えいたします。はい、もちろんメンヘラじゃないリスナーさんからのご連絡もお待ちしております。メールアドレスの方を夏実さん、はい、メンヘラ103アットマークgmail.com、 ローマ字でメンヘラ、数字で103アットマーク gmail.com までよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、では、本日、うん、第9回を迎える9回目かな、はい、メンヘラジオでございますけれども、はい、はい、収録日の方が本日、3月じゃない11月の15日、はい、となっております。よろしくお願いします。はい、はい、第9回、記念すべき第10回まであと1回となっておりますが、うん、何か、うん、何かありますでもこの前さ、あの第1回がやっと始まったばっかだったのにさ、はい、なんか始まる前の方が長かった気がするんだ。始まる前の方が長かった、うん、何それ。始まる前の方が、あと何日だな、あと何日寝たら始まるみたいな、10月3日までが長くて、あ、いざ始まったら意外とポン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 と、そうそうそう、回数が10月3日に流す分は前の、うん、前の週とかに録、うんうん、収録してたじゃんね、うんうん、その収録してるところが長くて、うん、始まってしまえばもうポン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 出て、なんと第9回。そうね、まあ放送自体はちょうど昨日第7回が放送されたばっかりで、うん、まあ個人的にはね、本当になんかポン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 やっていってる感じは確かにするかも。そうだよね、うんうんうん、うん、放送はまだ第7回か、意外とやってないなって感じもするんだけどね。そう思う？第7回か、いやえ、まだ第7回みたいな感じ。いやでももう9回だよ。だから収録自体はな、あ、収録、放送がされた時に、え、まだ第7回みたいな、あ、そういうことで、そういうなんかやっぱ2週間遅れというかさ、そういう齟齬があるから、うん、ちょっとなんかごちゃごちゃしてくるんだけど。そうだね、個人的にはね。皆さん時差を感じつつはい、付き合ってください。時差感じてるのはこっちだけだと思うんだけどね、うん、付き合ってやってください。はい、では、本日も30分短い時間ですがよろしくお願いいたします。はい、メンヘラトーク。はい、このコーナーはタイトルそのまま、私たちメンヘラ2人がテーマに沿って、時にはテーマから脱線しつつ、いろんなことをお話しするコーナーでございます。メッセージもどしどしお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。はい、では本日のテーマ早速いきたいと思います。はい、本日のテーマは忘れられない一言。おー、誰しもあるんじゃないですか、はい、うん、忘れられないとことと題しまして、はい、家族だったり、うん、まあ友達、知人、友人、知人から言われて、うん、なんか今でも心に残ってるのあの一言みたいなのだったり、うん、もしくはね、なんていうのかな、有名人とか、うん、過去の著名人の、そうそう、過去の偉人ですとか、うん、まあもっと広げるとアニメキャラとかさ、うん、漫画の名台詞みたいな、うんうん、そういうのでなんか自分が今でも覚えてるなとか、なんか支えになってるなとか、う
そういう一言があればちょっとお聞かせ願えないかなというところで募集をかけたんですけれども、うんうんうん、諦めたらそこで試合は終了だよ。安西先生ね、スラムダンク、うん、そういうの結構ね、まあちょっと、まあ厳密に言ったらもっと違うかもしれんけど、まあでもそんなニュアンスのねあのアニメキャラが言った名言とかね、もあるし、いろんな、セリフ、一言、心に残る一言があるかなと人それぞれ思いますので、はい、はい、そこで、募集かけたところいくつか来ましたので、うん、ご紹介させていただけたらいいなと思います。はい、はい、では僕の方に届いた、メッセージの方から、はい、はい、ラジオネーム鶴次郎さんから、あ、鶴次郎さん、はい、はい、いただきました、ありがとうございます。初めてリアクションします。忘れられない一言として直接言われたことではないのですが、心の支えになっている言葉としてご案内させてください。以前所属していた施設の利用者からプレゼントされた本から以下の言葉です。思い通りにならないからこそ人生には価値がある。 by 飯田文彦。おー、はい、こちらの方元福島大学経済学部教授の方で、別の肩書きとして経営心理学者、カウンセラーなどの肩書きもお持ちの先生だそうです。うん、うん、でこの書いてある本もちょっと教えてもらったんですけど、鶴次郎さんから、はい、完全版生きがいの創造、スピリチュアルな科学研究から読み解く人生の仕組みという本でさ、うんうん、なんかちょっとスピリチュアルって言われるとあれと思わない？スピリチュアルって言われるとうわー、なんかうさんくささをちょっと感じてしまうんだけど、でもね、うん、本をねちょっとちらっとネットで調べてみたらね、本の題名でね、うん、調べてみたら結構口コミがすごく良くてね、あ、そうなんだ、口コミもちょっと読んでみたんだけど、うん、いくつかちょっと紹介したいと思います、うん、口コミでね、うさんくさいような気もするタイトルだが、うん、この本に巡り会えて本当に良かった、うん、あとは大切な人に読んでほしい一冊、うん、で自分の生き方、人生観を完全に変えてしまった一冊、うん、で初めてスピリチュアルなものを信じようと思った、うん、でこれさえ読めばもう他のスピリチュアル的な本は読まなくてもいいとまで言い切ってる人もいるんだよね。そんなに、じゃあすごくスピリチュアルなんだけど溶けやすい、溶け込みやすいスピリチュアルなんだね。うん、なんかね科学的見地からさ、なんか、うん、生まれ変わりのこととか、うん、をちょっと本人のね、うん、実体験とかも元にしながら、うん、読み解いてるっていう本らしいよ。へえ、うん、だからなんかちょっと読んでみたいなって口コミ見て思ったよ。タイトルだけだったら俺も、スピリチュアルなんかちょっとって敬遠しがちなんだけど、うん、うん、いつかちょっと手に取ってみたいなって思えるような感じは、うん、口コミで受けた。口コミって大事ね。口コミね、うん、はい、書いたことないけどまあ、うん、参考にして皆さんも、はい、ぜひ取って手に取ってみたらいいかなと。これからはスピリチュアルですよ。それはそれで怪しいからはい、では続いて夏美さん読みます。お願いします。これやっていい？ペンネームピザホーバル系男子より、夏美さん、健太さん、こんばんは。はい、こんばんは。今回のトークテーマは忘れられない一言ということですが、ピザにも忘れられない一言があります。あれは当時付き合っていた彼女、今の奥さんを初めてうちのお母さんに紹介した時のことでした、はい。ピザは今でこそ結婚して幸せなんですが、なかなか彼女ができず、孤独の街道をひた走っていたこともあって、街道な？孤独の街道をひた走っていたこともあって、うん、うちのお母さんはこの人を逃してはならないという使命感を覚えたのでしょう。うん、ピザを売り込むべく営業的発言をしたのです、はい、こいつはね何でも食べるから楽だよ、同じ料理が続いても文句とか言わないよと。お母さん心配かけてごめん、そしてありがとう、でもこうなんというかもう少しあったでしょ
と思う出来事でした。バク。夏美さん、健太さん、はい、新婚さんを捕まえてなんですが、お互いのここがいい、素敵なのって売りポイントを聞かせてもらえますか？ワクワクとのことです。ああ、そっか、夏美さんのここが素敵、うん、あ、夏美さんの素敵なところはね、やっぱり僕がね、めっちゃ嘘つきなんでね嘘ばっかりついて生きてきたから夏美さんはもう正直でね、すごく自分の気持ちにも正直というか、良くも悪くも、良くも悪くも、そうそうそう、だから曲がったところが、ことが嫌いじゃん、基本的に。だから僕がね、友達になんか謝りたいけど謝れないみたいな状況の時、今から行くよみたいな感じで、うん、友達のところを謝りに行くよって、そうそうそう、引っ張って行ってくれたり、結果的にね、その友達にはちゃんと面と向かって謝って、気にすんなよって言ってもらえてさ、うん、なんかすごくまた、なんていうのかな、友人関係が、うんうんうん、また再構築できたというか、うんうん、だからそういうなんか素直でまっすぐなところ、正直なところ、うん、自分のなんていうのかな、うん、いいと思ったことはもういいと思って突き進むところとか、すごく尊敬できるかな、うん、うーん、ほー、はい、ありがとうございます。いいえ、いいえ。ちなみに夏美さんは何かありますか？健太さんのいいところですか？うんうん、健太さんのいいところはね、うん、あのね、あれなんですよ。何？いい性格してるんですよ、とっても。めっちゃ性格いいよね、うん、嘘ばっかりつくけどね。あのね、わかるかな、性格がいいんじゃないんですよ。え、何それ、優しいとか性格がいいんじゃなくていい性格をしているということなんです。はあ、具体的に、具体的なのは、うん、あのちょっと私を笑わせるために、うん、あの人で遊ぶ、人で遊ぶちょっとふざけちゃったりする、ふざけちゃったりするふざけて私を笑わせてくれるところ。ああ、なんかまた具体的にって言ったのに、なんかふわっとしてるけど大丈夫？うん、大丈夫だよ、全然夏美は正気だよ正気ですか、まあ、それならいいんですけどうん、あ、とにかくね、笑わせてくれるわけ、本当に。家でもさ、外でもさ、うんうんうん、まあ家ではさ、まあ何するとは言わんけどさ、いや怪しくなるわ、そんな言い方したら、うん、いや自分で言うたんやごめんなさい、なんかさ、ふざけてさ、うん、ほんとふざけんのが好きなのだと思うよ。あ、俺がね、うん、はいはいはい、俺がふざけんのが好きだと思う、うん、私それで笑っちゃうんです、はい、ああ、笑わせてくれるところが、笑わせてくれるところがいい、素敵だよって。私がさ、病気のこととかさ、結構さ、ネガティブになったりする時もあるわけ、やっぱり、うん、はあ、なんでこんなことしちゃったんだろうとかさ、なんでこんな人しか考えられないんだろうとかさ、思ったりする時もあるわけ、うんうんうん、で、あの人にあんなこと言われてこんなしてから返せなかったよみたいな時も笑わせてくれて、はいはいはい、次言われたらこんなって返せばいいんじゃないみたいな、うんうんうん、一緒に考えてくれるし、うん、そういうところかな。あ、 うん、ポジティブっても言い換えれるかな、ポジティブで、実際ポジティブ、うん、俺基本的にはポジティブだと思うよ、うん、自分では、うん、そう思う。ギャンブルするようになったからネガティブ度合いが増えた急に顔出してきよったけど、まあ、元々のなんていうの、根っこはポジティブだと思う。根っこはポジティブ、うんうん、夏根っこなんだろうな。なっちゃんもポジティブかな。なっちゃんは、うん、あ、ネジティブじゃない。ネジティブだねなんかねじれてるよ、ポジティブとネガティブ面白い。はい、続いてなっちゃんの、じゃあ、はい、忘れられない一言とかあったら聞かせてもらおう。あ、はい、のっちゃんの忘れられない一言言いますね、うん、これね、うん、昔猫を飼ってたんですよ、うんうんうん、で、今も飼ってるんですけど、違う猫ね、うん、違う猫がいて、その子トラコって言うんですけど、うん、トラコが、抱っこされてて、私に抱っこされてて、うん、間違ってトラコを落としちゃったんですね、はいはいはい、トラコを落としちゃった時、にゃーって落として、うん、で、あ、トラコごめんって言ったんですよ、うん、そしたら一言、うん、かまわんって言ったんですよ、トラコが。まあ気のせいだろうけどねトラコが言ったんですよ随分本当の話だよ、上からな猫だと思うけど、かまわんって言ったんですよ、本当に。そうなの、それがちょっと忘れられない。そうそう、忘れられない。 あとまだあるよ、はい、
あのね、ね、うん、入院中にね、はいはいはい、ちょっとね、あの先生とね、ちょっとバトルしてしまって、うん、拘束されてしまったんですよ、身体拘束。身体拘束されてしまって、そのまま退院の日を迎えちゃって、うん、で退院の30分前まで拘束外してくれなかったんですよ、先生が。はいはいはい、それもその退院、拘束外せない患者を退院させるのもちょっとどうかと思うんだけど、うん、まあいいや。それで30分後に退院が迫ってる時に先生が、うん、あの拘束具を、抑制帯っていうのが、抑制帯を外しに来てくれて、うん、それで、まあ、ちょっとお話をする機会があったんですけど、うん、その時に言った言葉です、うん、夏美さんの死にたいは幼稚園児が幼稚園で流行っている言葉を覚えてきてそのまま家で言っているようなものですよ、おって言われちゃって、おうおう、なんか私幼稚園児が流行ってる言葉を、うん、例えばバーカとかなんとかとか、うんこしっことか、ね、なんかそういう言葉を、流行ってた言葉を家に帰ってきても言ってるだけって言われたらすっごい悲しくて、あ、すっごいすっごい悲しくて、うん、あ、私の何人か医者、お医者さん変わってたんですけど、うんうんうん、私の医者運も落ちたなってちょっと思っちゃったんですよねあ、ショックだったの、ね、ショックだったの、それぐらいショックだった。でも先生はもしかしたらそういう、そこまでそんな意図はなかったかもしれないけど、うんうんうん、でも私言われたのすごいショックで、今でも根に持ってます。あ、間違えました、覚えてます。根に持ってる言う方が気をつけてくださいね、その時の言うとか嫁ちとかね。大丈夫だよはい、ではここからは楽曲紹介のコーナーに入りたいと思います。はい、はい、本日曲を紹介するのは僕です。はい、ケントが紹介する曲は、夜遊びで祝福。祝福、はい、はい、ひとまずお聴きください。お聴きください。どうぞ。はい。祝福が流れております。流れてます。じゃあここでね、YouTube 見てくれてる人には、うん、俺の忘れられないところも話しておこうかな。うん、話して話して。そう、声を大にして話してください。俺ね、大学を、名護の名桜大学行ってたのよ。うん。で、まあ、2年で中退したんだけど、うん、まあ、中退した理由っていうのも単純にね、授業に行かなくなってね、うん、これ以上、まあ、ここからちゃん、今からちゃんと行っても留年すんなと思ったから、うん、もう学費が無駄になるだけだと思ったんで、うん、やめたんですけど、うん、まあ、その間何してたかって言ったら、もう飲み会、飲み会、大学生だね、友達と飲み会ばっかりしてて、うん、で高校の同級生とかもね、うんうん、那覇商業だったんだけど、那覇商業の同級生が名護まで遊びに来てくれてさ、うんうん、飲んだりすんのよ。楽しいよね、うん、うん、楽しくて、でまあその時の飲み会の席でね、うん、まあたまにあるじゃない、猫顔か犬顔かとかさ、猫っぽいな犬っぽいなみたいなさ、うんうんうん、猫か犬かで分類されるでしょ、うんうん、ね、あんた甘えん坊だから犬だなとかさ、猫ちょっとツンケンしてるから猫っぽいねみたいなさ、うん、そういうのあって、性格も含めて、でみんな一人それぞれさ、うん、お前は何々だなって、で何々ちゃう、何々には猫だなとかってさ、うん、話してたの。で俺はって聞いたら、うん、お前はな、タヌキだな。タヌキ、猫と犬猫と犬どこ行ったと思って、猫と犬って言ってたのにタヌキ出てきた、タヌキ出てきた思って、もう今でも忘れられませんね。でも確かにタヌキっぽいかも。いや、どっちかでさ、もう犬でいいじゃん、もうタヌキって犬っぽいんだからさ。やばい、タヌキと一緒にラジオしてるように見えちゃう。そういうことがありました、はい。だって本当にタヌキっぽい、ケントさん。はい、はい、聞いていただいたのは夜遊びで祝福ですね。はい、はい、こちらは、うん、今年の11月9日に発売された、うん、夜遊び2枚目のシングル。お、意外だけど、結構なんか色々出してるじゃないと思うかもしれんけど、うんうんうん、CD シングルとして出してるのは、出したのは2枚目。あ、CD として、そう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 、これね、 CD として、今までそうそう、今まで発表してたのは配信かな、配信限定だったり、うん、でこれがね、
テレビアニメ機動戦士ガンダム水星の魔女のオープニングテーマとなっておりまして、うん、これめっちゃ面白いこれめっちゃ面白いんだ。はい、ガンダムめっちゃ面白いです。今水星の魔女すごく盛り上がっておりますそうなんだ。でこのシングルにはね、うん、英語版、うん、The Blessing、うん、祝福ね、うん、の英語版が収録されていて、うん、これがね、日本語版は、うん、言ったら通常版は通常の曲は、このガンダム作品のね、ガンダムの脚本とシリーズ構成を手掛けている大河内さんっていう、大河内一郎さんっていう人が、うん、この小説のために書き下ろしたゆりかごの星を元に制作されてる、うんうん、でまあ言ったらガンダム目線から主人公の女の子に向けた曲なのよね。ガンダム目線から、そうそうそう、うん、ガンダム目線、ガンダムになんか石があるっていう描写になってるの、石がね、はいはいはい、でそれをまあ作ってるんだけど、うん、シングルの英語版すごいよ、うん、またなんかこれでなんかちょっと考察班がワクワクしてるよ。ああそうなんだ。そうそう、なんかニュアンスが変わってたりするから、うーん、いろいろ考察がはかどるアニメとして、うん、すごく面白い作品になってます。うん、もういいね。以前のガンダムシリーズから5年ぶりなんでね、うん、もう今毎週日曜日日後楽しみに、うん、過ごしておりますので、うん、はい、皆さんもよかったら、ガンダムね、水星の魔女、いいかも。はい、メンヘラジオエンディングです。はい、エンディングです。はい、本日は忘れられない一言として、お話ししてきましたけれども、はい、名言とかね、いろんなないかなということで、うん、鶴次郎さんからはね、うん、本のねに書いてある思い通りにならないからこそ人生には価値があるっていう言葉、うん、まあ、これも名言というか名言なんだけど、うん、さっき紹介したね、うん、夜遊びの祝福、うん、がオープニングテーマになってるガンダムがあるんだけど、うん、機動戦士ガンダム水星の魔女ね、うん、ここにもねやっぱり名言っていうのは数々出てくる、キャラクターが発する名言がいっぱいあってね、ほうほうほう、まあたびたびね、うん、ツイッターのトレンドワードを独占したりするの、うん、毎週日曜日放送中とか放送後ね、うん、水星の魔女がいつも1位になるのよ、うんうん、日曜日ごと人気なんだねやっぱね。そうそう、でその中でダブスタクソオヤジとかね、何それ、ヒロインが2人いるんだけど、うん、1人の女の子のお父さんに対して、うん、このダブスタクソオヤジって罵る場面があるのよ。へえ、ダブルスタンダードのクソオヤジってね。へえ、はい、そういうのだったり、であとは主人公の女の子スレッタちゃんっていうんだけど、うん、スレッタがお母さんから幼少期の頃から言われて育った言葉があって、うん、進めば、逃げれば一つ、進めば二つっていう言葉があるんだけど、うん、逃げたら、逃げたということが手に入る、うん、逃げて例えば注射打つとかってなったら注射を打たなくて済んだっていうことが手に入る、うん、一つ、うん、一つね、うん、でも注射を我慢して打ったら、うん、注射を打ったっていう現実が手に入る、うん、で病気にならないかもしれない、うん、っていうことが手に入る、うん、で注射を打ったことによって、うん、お母さんが喜ぶ、うん、褒められる、で周りの大人たちにもよく頑張ったねって褒められる、うん、だから逃げれずに立ち向かっていったら、うん、いろんなものが手に入ることがあるんだよって、うん、逃げるよりも、うん、ただ逃げても一つは何かは手に入るっていうことも、うん、そこには教えとしてあって、うん、なんかそれってね、まあ僕もね今までいろんなことを経験してきて逃げたばっかりの人生だったの。そうなのか。そうそう、さっき言ったようにさ、なっちゃんが言ってくれなかったらずっと友達に謝らずね生きてきたはずだし、うん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 、でも友達に謝れたことで友達との和解もできたし、うん、今からまた関係も構築できたしさ、うん、今でも連絡取るようになったし、うん、うんうん、だからこの逃げれば一つ、うん、住めば二つって言葉は結構いいなと思っております。はい、そっか、うん、
なんかさ、あの夏美の母さんも言ってたよ、うん、なんかそういう、それに似てないけど、うん、夏美の母さんも夏美が落ち込んで、どうしようどうしようって言ってた時に、うんうんうん、足踏みしても靴底は減る、進めって言われた。あー、でも近いものがあるね。うん、それどっから取ってきたかわからないけど、どうせ靴底を減らすなら進めよと、うん、足踏みしてても靴底は減るんだぞって、うんうんうん、進めって言われた。それも名言だね。みちこの名言だね。みちこの名言だね。でもみちこどっかからパクってきてるかもしれない。いろんなところで夏美さんのお母さんの名前出ましたけれども。はい。いつかみちこさんもゲストかな。ゲスト来ていいんじゃないの。わかりませんが。では本日のメンヘラジオはここいらでお開き。はい。今日も元気に病気中、中村夏美と。中村健太でした。お薬飲んで寝ろ。じゃあ、またね。またね。